はい、皆さんおはようございます。さあ今年も年末になりました。さあ今日収穫するのはこちらです、葉ニンニク。はい、では早速掘っていきましょう。これも葉玉ねぎと同じように、よいしょ、はい、まだこの玉は太りきっておりません。この葉っぱをいただくという、そういう感じですね。はい、ではちょっと掘っていきましょう。これなんか大きいんですけども、はい、まだ根っこはね、そこまで太っていないんですけども、この葉っぱを美味しくいただくという、そういう食べ方でございます。この冬を越して、そしてまたね、春を迎えるとここに、また球根が太って、ニンニクとして召し上がることができますけども、はい、ちょっとまだ若い感じなんですね。はい、この葉っぱを食べる、これが葉ニンニクでございます。もちろん硫化アリルたっぷりでございます。